いつも山崎幸太郎チャンネルをご覧いただきありがとうございます。森徹子です。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは山崎先生、お願いします。はい、山崎幸太郎です。ですね、今日はですね、今日もね、ネット右翼にもわかるマルクス主義入門っていうのでね、今日は、今までいろいろやってきた、第5弾かな？ 5 番目のやつで、今日は、体に個人のですね、価値形態論についてのをやってみようかなと思って。価値形態論についてっていうのはですね、別に体に言ったわけじゃない、マルクスが言ってるんですけど、それを、カラタニ工人がですね、このマルクス、その可能性の中心という本をあたりから、彼が結構そこに注目してマルクス論を書き始めてるんですよ。で、それは延々と今も続いてるって、この前、いろんな本がですね、世界史の構造もそうだったし、それからこのトランスクリティックもそうです。出てるんですけどね、この前は力と交換様式っていうまた熱い本を出しましたから、それで、カラタニ工人はですね、アメリカの、哲学のノーベル賞って言われてる、賞金1億円の、まあ、賞金に僕こだわってますけど、その、バーグルエン賞というのを受賞してるんですよ。これで、映るかな。バーグルエン賞を受賞してるんですけど、その時の、このバーグルエン賞の受賞の挨拶っていうのが、文学界の7月号に出てますから、まあ、それはいいんですけど、まあ、これは、要するに、カラタニ工人のマルクス論が、そのマルクス論、カラタニ工人のマルクス論の中心は価値形態論ですから、その価値形態論を軸にして、世界史の構造を論じたりですね、それが、将来の未来社会の人類社会がどういう社会を実現していくか、まあ、かつては共産主義社会がユートピアだっていうことで、共産主義が、あったわけですけど、それに対して、カラタニ工事の A、B、C、D っていうのを議論してですね、A は原始社会の、物々交換とかそういうの、A、B、C って、C がですね、今我々がいる世界、商品経済っていうか、その、資本主義経済の経済体制ですね。で、D はこれから将来やってくるかもしれない社会を、カラタニ工人は考えてるんで、未来社会を考えてるんですよ。その D の社会を論じるのに、彼が、使ってる、方法論っていうのは、交換様式なんですよ。交換で人間は社会は成り立ってるけども、この交換のやり方がどういうふうに変化していくかっていうことを議論してるんですよ。まあ、あまりもう今更複雑、繰り返して言うと複雑になるのでやめておきますけど、今我々は商品交換の世界、資本主義経済体制の中にいると。それいいか悪いかは別として、そういう社会の中で我々は生きてるの。で、これからは、D の社会っていう。原始社会を半分取り戻したような、物々交換に近いような、そういう社会に変えていくんじゃないかと、そういうふうに考えてるんですね。それで、今日はマルクスはそのことをですね、カラタニによるとですね、マルクスの、資本論の序文に書いてあるのは何かっていうと、価値形態ということなんですよ。それをにまるか、カラタニ工事が注目して、価値形態とは何であるのかということをすごい議論してるんですよ。それがまたすごい、面白いし、わかりやすいんですよ。私研究者たちっていうのはいろんな声って、前に広松亘の物証化論を議論したり、前回は、宇野構造の、労働力の商品化っていうことを議論したりしたんですけども、それと同じように今度はですね、カラタニ工人は価値形態論、マルクスが序文で書いてある価値形態論を、にそこに焦点を絞って、そこから攻めていくんですよ。日本のマルクス主義研究っていうのはそれだけすごい進んでるし、ハイレベルだし、で、カラタニ工人が、この、哲学のノーベル賞って、バーグルエン賞っていうのを受賞したっていうことは、
やっぱりそれが評価されてるんだと思うんですよ。まあ、こう映んなくていいけど、バーグレーン賞、受賞式での挨拶ってありますから、ノーベル賞と同じようなもんですよね。まあ、大江健三郎がノーベル賞をもらったり、川端康成がノーベル賞をもらったりした時の受賞記念の挨拶、演説っていうか、が本になって岩波新書に出たりしてますけど、それと同じような意味を持ってると思うんですよね。だから今日は唐谷浩司の価値形態論って一体何かということ。例えばですね、マルクスをこの前も言いましたけど、マルクス主義哲学っていうものは乗り越え不可能な哲学であると。我々が今20世紀、まあ今もう21世紀になってってるわけですけど、まあ20世紀乗り越え不可能な哲学、それから以後もそれ以上のものはなかなか出てきてないわけですよ。部分的にね、いろんなのがごちゃごちゃ出てきますけど、それは単なる分派ですからね、枝葉の問題ですからね、その基本的な、根本的な基本セオリーとして出てきてる。例えば、物理学ではニュートン、古典的なニュートン物理学があるわけじゃないですか。それに対して、アインシュタインの相対性理論が出てきてですね、そこは革命的な次元ですよね。それに対して今度は量子物理学っていうものが出てきてると。じゃあ、量子物理学以後、どういう物理学が出てきたかって、ないんですよ、はっきり言って。それ以後はいろんなもの、なんかその、なんだっけ、いろいろ、学者がね、天才的な学者がどんどん出てきて、いろんなことを唱えてますけど、根本的な理論的な変革は行われてないと。そういう意味でいけば、マルクスも最後の理論的な変革者ということになりますよね。で、唐谷浩司がマルクスに注目するのは価値形態論なんですよ。価値形態論っていうのは、まあ、価値っていうものはですね、あるもんじゃないんですよ、価値っていうもの。価値っていうものは、交換されることによって価値が後から発生するんだっていうのが、この価値形態論のポイントですよ。我々は、例えば100円のライターがあると。こっちに100円のパンがあると。しますよね。アンパンが100円のアンパンがあると、100円があると。それが等価であるから交換できますよね。と思うじゃないですか。これが我々のもう勘違いで妄想の世界になってるんだよと。それは幻想だよと。そのアンパンとライターは交換できるかどうか分かんないんですよね。そこに共通に100円っていう、金額の値札がついてるから、我々はアンパンとライターを交換することができるっていうことを前提にして交換するわけですよ。ところが、アンパンがここにいて、ライターがここにいて、じゃあ交換しようかなって言ったときに、誰がそれが同じ値段だっていうことを決めるんですか？誰も決められないんですよ。はっきり言って、アンパンは、なんていう、東北大震災みたいなことが起こったときに、アンパンは昨日まで100円だったけれども、これは1000円ぐらいの価値があるかもしれないじゃないですか。ライターも雨に濡れてあって、使い物にならないライターになってるかもしれないじゃないですか。コンビニに売ってるけども、あれはもうなんか使えないんだよとかっていうことになれば、これを交換する人いませんよね。だから価値っていうものは、元来ものそのものに備わっているものではないんだっていうことが前提ですよ。我々はここが交換されて初めて、あ、俺このライター100円したんだっていうことが分かる。このアンパンは100円したんだっていうことが分かるんですよ。これが価値形態論っていうやつですよ。で、唐谷っていう、マルクスはまずですね、資本論の序文の中でこうやって、価値形態論、その完成した姿である貨幣形態は、甚だ無内容かつ単純である。にもかかわらず、人間の頭脳は2000年以来、前から、それを解明しようとしてきたができなかったと。しかし、他の多分、これよりはるかに内容豊かで複雑なものの形態の分析は成功しているっていう。貨幣形態っていうのはあまりにも単純で、わかりやすい、わかり、一見、一見とっつきやすいことなんだけど、単純だからわからない。
他のものはもう複雑なものっていうのは単純化すれば分かったと思わせるじゃないですか。だからマルクスはこう言って、単純なものこそ分かりにくい、複雑なものこそ分かりやすい。複雑なものを単純化していけばいいんですからね。単純なものに分けていけばいいんですからね。でも最終的には根本的に分からないものっていうのは、もともと単純なもの、素朴なもの、分かりやすいと思われているものこそが分からないと。それが貨幣形態だよと、こういうことを言ってるんですよ。もう一つね、これどういうことを言ってるかっていう、例えばね、ここに僕は今、アンパンとライターって言いましたけどね、これは、普通はね、マルクス主義の考え方の中の一つに、労働時間説っていうのがあるんですよ、労働時間説。この、商品、例えばこのアンパン1個の値段は、このアンパン1個を作るために、どれだけの労働時間が費やされたかと。1分か1分、2、3分でできるのか、それとも1時間かかったのか。車1台の値段は、そこに費やされた労働時間で決まると。そうすると、ここの車に費やされた労働時間っていうのは、時間で、数字で出されますよね。こっち側にある何、他のもの、例えば、まあ、なんていうか、まあ、なんだな、まあ、なんか家具がなんかあるとしますよね。家具1個が、まあ、その車、今いくらぐらいするんだろう、2、300万するんですかね。そういうんだとすると、そういうでかい家具の応接セットが、200万ぐらいの応接、豪華な応接セットが200万ぐらいすると、と車が1台が200万ぐらいする、大体そうと、この車とこの応接セットの家具一式は交換できるかどうかっていうことはできないんですよ、最初は。できないけれども、交換したい人がいるでしょ？いや、交換して、したいよ、交換してくれよと言って、じゃあしょうがないから交換しようかって言って、交換が成立した途端に、この車は200万、この家具は200万っていうことが後で決まってくるんですよ。後で決まるんですよ、これは。最初からこれは200万っていう値札がついてたわけでもないし、こっちの車の方に200万って値札がついてたわけではない。我々は普段のこのお店とか、買い物するときには、だいたい値札がついてますよね。あの値札は、結果として出来上がった値札に過ぎないんですよ。もともとの値札じゃないんですよ。人間社会は、だから、もうさ、出来上がった幻想の世界にいるわけですよ。だから、マルクスの資本論っていうのは、そういうことを根本的なところの土台は、そういうところを議論してるんですよ。お金があるから何でもこれで交換できると思うのは、それはもう、それから後の世界ですよ。最初の人は、例えば、まあ、物々交換という言葉がありますよね。物々交換。最初に、村と町と港町とか、そういう人とかの出身の人たちが、市場に集うわけですよ。中央アジア大陸の、ユーラシア大陸のマルコ・ポーロの、なんだっけ、シルクロードとあたりで、それぞれ町が開けたところが昔あったわけですよね。そこで市場が開かれるから、砂漠の中に大都会が出来上がるわけですよ。そこで値段は決まってないわけですよ。魚を持ってきたやつと、お米を持ってきたやつがいるわけですよ。例えば野菜をいっぱい持ってきたやつがいる。でも魚を持ってる人は、魚ってお前取るのにさ、すごい時間かかるんだよ、高いんだよとかっていくら言っても、相手がそう思ってくれなければ取引ができないでしょ。取引するためには、まあ魚10匹とそのお米一升と交換しようぜということが成り立った時に初めて価値っていうものが出てくる。値段っていうものが出来上がると。最初からあるわけじゃないんですよ、だから。これがね、価値形態論なんですよ。価値形態って言うんですよ。この価値形態が分からなくて、途中からですよ。そうするともう今我々は、例えばこれは1万円のものっていうのは、1万円の値札がついたものと交換できる。お金を1万持ってるとなんかできるじゃないですか。でもそれって本当はただ約束ごとですよね。幻想ですよね。それで一応成り立ってるわけじゃないですか。もともとは成り立ってませんよ。必要でない人にとっては、一銭の価値もないんですからね。僕は今お腹いっぱいで、アンパンなんか10、100個もらっても何も、もう意味ないと。腐るだけだと思ってる人にとって、アンパンを、
1万円のアンパンを100円にするから買ってくれって言っても僕買わないじゃないですか。例えば車の免許を持ってない人に車をさ、持ってて、これ500万の車がすごい高級車だよとか言って、相手に売ろうとしても売れないじゃないですか。それと同じようなことが我々の社会に起こるから、それが価値形態論ですよ。例えばね、唐谷が言ってることがね、こういうことを唐谷が言ってるんですよね。価値形態論は一見すれば貨幣の必然性を証明しているかのように見える。価値形態論っていうのはだからもうみんなそれぞれバラバラだから、商品がバラバラだから、なんか統一させたか、値札が必要じゃないですか。その値札を決めちゃえば商品交換が簡単にできるようになりますよね。だからこの価値形態の世界はもうバラバラで統制がつかないところだから、そこにお金を持ってくると。これは100円の値段、これは1万円、これは10万円、これは100万円と決めとけば、別なものを持ってきた人たちのものの値段がついてれば、それは同じ値段で交換できるじゃないですか。でもこの値段っていうのは、最初から決まってたわけじゃなくて、後から勝手に決めただけのことだから、全然実体性はないわけですよ。だから、お金が、貨幣が決まってくると、我々は便利ではあるけど、貨幣が、便利ではあるけど、それはしかし、貨幣、あ、えー、貨幣の自己実現というヘーゲル的展開は、にもかかわらず、貨幣が出来上がってくるということは、商品形態が、価値形態が、うまく説明できるようになるじゃないですか。だからこれをヘーゲル的っていうね、いろいろな、これが、弁証的統合されていくわけですよね。マルクスは貨幣の成立が商品あるいは価値形態を覆い隠すと言っている。逆なんですよね。つまり貨幣系、お金っていうものが出来上がって、お金さえ持っていればこれも買える、あれも買えるってなっちゃうじゃないですか。でもそれこそがお金持ちが悠然としていられるわけですよね。ポケットに100万円ぐらい持っていれば何でも買えるやと思ってるでしょ。でも本当は、もともとは、お金をポケットに100万円持ってようと200万持ってようと、アンパン1個買えるかどうか分からなかったわけでしょ。売らなければ、そのアンパンを持ってる人が、その100万持ってる人に売らなければ、意味ないじゃん。お金持ってたって意味ないことになりますよね。だから、お金の価値が決まるのは、後から決まるんだよ。後で決まることなんだ。だから、お金を持ってるといかにも何でも買えるかのように錯覚を起こしてると我々は言って、だからこう言って、マルクスは貨幣の成立がですよ、商品あるいは価値形態というものを覆い隠すと、見えないようにしていると。価値形態っていうのはもう、わけのわからなくはないけど、まあ、いくら値段がいくらなのかっていうことはわからないわけですよ。例えば僕はいつも、もう面白いなと思うんですけど、例えば商社なんかに入るとですね、カツオ漁船かなんかがね、例えば漁船1個の分をいくらかで買うと100万か200万か知らない、1000万か知らないけど買っちゃうわけですよ。そうすると、それを例えば、東京の市場かなんかに持ってくるわけですよ。で、そこで売りさばいて、そうするとさ、値幅が大きい値幅がつくわけですよ。例えばちょっと海の上では1000万で買ったものも陸揚げして市場で出して売りさばくと、それが1000万か2000万か3000万か分かんないけど、1億ぐらいするかもしれないじゃないですか。よく青森の大間のマグロっていうのが、正月頃、年末のお歳暮じゃない、年末商戦とかで何億と釣ったりするじゃないですか、ものすごい釣り上がって。あれもただ、さ、あの、マグロ自体は同じようなものだったとしても、タイミングとか時期によって、値段がもうとんでもない値段がついちゃったりするわけでしょ？だから、その大間のマグロ自体の中に値段があるわけじゃなくて、このこっち側の、我々は買わない、買う側の、それを釣り上げて値段を高くしちゃうわけじゃないですか。
だから高い値段がついたから、その高い値段の通り魚を見てみたら大したことねえじゃないかっていうことが起こるわけですよ。起こるけど、それはしょうがないじゃないですか。それが間違いということではないですからね。そうか、勝った人はそれで勝ったわけだから。だから、価値形態論というのはですね、本当は商品というかおか、あの、ものっていうものは、いろいろ凸凹がぐちゃぐちゃあってですね、これがいくらするかっていうことは決まってないわけですよ。決まってないけど、それが欲しいっていう人がいれば、いくらって値段交渉して決まっていくでしょ。だから、結果的に値段が決まるんですよ。例えば、すごい高級なものを何か高級な家具とかなんか持ってたとしても、そこに来てる人だ、お客さんたちが家具なんか必要としてないようなお客さんたちだったら、全然値段がつかないじゃないですか。何も値段はないのと等しいわけですよ、これは。だからそういうふうにしてね、だから何て言うの、商社の人とかで、ね、商売の人とかね、そういう人たちは激しい、それこそ正体のわからない取引をやってるんですよね。だから、例えば三井物産とか三菱商事とか住友商事とかなんかそういうところがあるじゃないですか。大学の、例えば経済学部とか商学部出た人たちが、就職の時にそういうところに入りたいわけでしょ。一流会社って言われてるところはそういうところですよ。そういうところは、商取引っていうものをどんどん激しくやるから、成功すれば大きいし、失敗するととんでもないことになると。まあ、株取引みたいなもんですよね。それが、商品の取引なんですよ。それこそが価値形態の世界なんです、彼らは。まあ、例えば公務員みたいにね、決まったものにして、これをやったらいくらで売りますよと、はい、もう今日は早く帰っていいですよとか言って、安定した生活が保障されているようなところではないと。我々の社会は、そういうあやふやな、切った張ったの勝負の世界なんだ。それが価値形態の世界なんですよ。ところがそこに、貨幣っていうお金っていう、こう目印がつくようなものが、こうついてあるで、デパートで、この品物は、このダイヤモンドは100万円、この、なんていうの、この自動車は、500万円。ついてると、我々は安心して買えるわけでしょ。まあ、高いから買わないっていう人もいるし、意外に安いじゃないかって言って買う人もいるし、いろいろあるわけでしょ。ところが、この値段は、じゃあ最初から決まってたのっていうと、決まってないんですよ。お客さんが欲しいから、値段をそういうふうにつけてあると。だからよく昔から例えば銀座あたりの商店街で、なんかそこに、ここに、時計でも何でもいいから、なんかと、まあ、時計としますね。この時計を10万円で売ってると。あ、1万円で最初売ってると。あと、全然売れなかったと。この時計は新しいさ、なんかそうし、あの新製品だから、いいんですよ、いいんですよって、いくら言っても1万円って値段がついてると売れないと。なんで売れないかなって。別に希少品じゃない。1万ぐらいだったらいつでも買えるし、誰だって買えるから別に希少品じゃないじゃないですか。いや、これはもうすごいね、特殊な時計でね、なんかあれですよと。誰もが持ってるなもんですよと。じゃあって言ってね、まあ、これは冗談ですよ。本当の話はどうか別にして、1万円で売り出してた時計に値段を、100万円の値段をつけたと。100万円の時計をお店に出しておいたら、すぐ売り切れたって言うんですよ。なぜですか？ 100 万円もするような時計っていうのは相当高級品だろうと、お客さんの方で見るじゃないですか。それで売れたかもしれないんですよ。安いから売れるっていう限らないじゃん。人間の心理っていうものはそういうものですよ。だから、商品っていうものは、1万円するものでも、100万円するものでも、わけはわからないんです。それが、これは大体1万ぐらいだよ。これは大体100万ぐらいだよって。だって、誰ですか、なんだか。まあ、そういうふうにした、忘れちゃった。そういうふうにね、値段っていうのは、はっきり言って、お客さんと売り手と買い主の間の交渉の問題でしょ。だから決まってるもんじゃないんですよ。ところが、我々は決まったものだと思っちゃうじゃないですか。
例えば200円ぐらいしか持って、今日は200円しか持ってないなと思った時に、なんかお腹空いたからなんか食べようかと思って、ラーメン屋にも行けないしと思ってると、いや、じゃあコンビニに行って200円持ってるんだから、アンパンは100円ぐらいだから2個ぐらい買えるだろうと思って入っていくわけですよ。そしてコンビニで200円のパンを買って、アンパンを買って、どうかそこの公園あたりで食べると、で、お腹いっぱいにはな、まあお腹に足しになると、そういうことはできますよね。でも、いつでもそうだとは限らないじゃないですか。200円も持ってるから、今日もアンパンは100円ぐらいのやつを2個買えるなと思って行ってみたら、いや、今日は、アンパン屋さんが品物を全然持ってこないし、なんかそれでもうアンパン屋さん潰れちゃったとかなんとか言って、アンパンが自体がない。いや、今日は、地震があったからなんとかかんとか。もう、コンビニが全部品物がなくなっちゃってると。そういった時に、そこにアンパンが1個か2個あったとしたときに、100円で買おうとしても、そのコンビニのやつ、店主が100円で売るかどうかわからないんだ。いや、今日、このアンパンはいつもは100円するんだけど、今日の場合はこれものすごい希少品だから、これ1000円で売りますよと。そういったときに、我々は文句言えますか？昨日は100円だったから今日も100円でしょ？いや、今日は1000円ですよ。今日は事情が違いますよって言ったときに、何も文句も言えないし、あ、そうですかって1000円で買うしかないじゃないですか。1000円も200円しか持ってない人は買えないわけですよ。そういうことが起こりますよね。だから我々の商品価値とか、商品っていうものは、それで決まってるもんじゃないと。そういうふうに動いてると。それが価値形態論の世界です。価値形態論の世界を我々は忘れてるんですよ。そういう戦争が起こったり、地震が起こったり、革命が起こったりしたり、激しい、混乱時代の時には何が信用できるかってわからないじゃない。だからよくユダヤ人とかね、そういう人たちは何を一番大事にするかって、宝石類を大事にするんですよ。宝石類っていうのは時代がどう変わっても、どこの国に行っても、やっぱり希少品は希少品で高い値段がつくんですよ。単にバッグの中に詰め込んでいけばいいじゃないですか。例えばさ、1万円の、1万円するかどうか知らない、1万円の豚を一匹持って歩く人いませんよね。そりゃ腐っちゃうからもう何もできないじゃない。その時に持っていく、運んでいく人っていうのは宝石を運んでいくんですよ。革命が起こって、革命で亡命する人とかいる、ロシア革命の後の亡命者たちは、金持ちは宝石を持って逃げていったんですよ、諸外国へ。亡命貴族って言われてる人たちは。だからこれは価値がある程度あるっていう、ある程度ですよ、もうそれだって。だから決まってないんですよ。まあそういう価値形態論っていうのはね、面白いですからね、それを知ると、なかなか、資本論っていうのはそういう問題、そういうことを考えるんだなと。で、体に言わせるとですね、この価値形態論っていうのは、我々が今まで考えることのできなかったような問題を考えさせられる問題なんだっていうんですよ。だから面白いんですよ、逆に言うと。だから例えば、ネット右翼の連中がですね、マルクスなんてくだらない、マルクスの資本論なんてくだらない、共産主義なんてくだらないとかなんとかって言ったって、それを言ってる方がね、相当バカだっていうことを意味してるんですよ。それもわからないっていうことはね、やっぱり気の毒だけども、ものすごく寂しい。僕はだから今来て、日本で今現代っていうか、まあ戦後でもいいんですけど、戦後で僕はすごい尊敬する人たちっていうのは、小林秀雄もね、広松亘もね、吉本龍明もね、唐谷浩人もですね、こういう人たちは、ほとんどの人がマルクスっていう、徹底的に読みこなして、研究して、で、自分の仕事に取り入れてます。これを取り入れてない連中の言ってることっていうのは全然信用もできないし、まあ薄っぺらいんでしょ？アメリカで経済学を勉強してきたっていう連中だって、その経済学っていうのはただ要するに金儲けの方法論でしょ？そういうのは僕はダメだと思うんですよ。だから今なんか貨幣がどうのこうのとかっていう人たちが貨幣観が間違ってるとか言って、お前たち貨幣って一体どう考えてるの？貨幣ってそんなこと考えたことがあるっていうこと自体信用できないですね。それは貨幣っていうことを考えるんだったらね、マルクスの資本論を読んでから言ってくださいと。
そう思いますね。まあ、今日はちょっと、ややこしい、唐谷公人が言ってる価値形態論について、ちょっと話をしてみました。まあ、ちょっと僕の下手な話で、分かりやすいことも分かりにくくなったかもしれないですけどね。まあ、一応これで価値形態論というものがあるということを、覚えておいてください。というわけで、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。